どうも、ナオチンです。パルワールドやっていきます。よろしくお願いします。レベル50で全てのパルも集め終わりましたし、装備もある程度揃いました。で、次、拠点を本格的に建てようと思いまして、今日は拠点を入れたいと思います。で、場所ですけども、ここがいいかなと思ったんですよね。すごい開けてる場所で、で、金属が2箇所3箇所ぐらいあるかな。うん。で、木が俺ね、いらないと思ったのよ。木はいらない。で、木がここはなくて、すごく見晴らしもいいので、ここで、拠点を作りたいと思います。場所としましては、マイナス187のマイナス535。この場所ですね。まあ、とりあえず、ちょっと最高の拠点を作りたいと思います。まずは、家からだな。なんかかっこいい家をちょっと建てましょう。それでは完成です。こんな感じにしました。門がね、若干歪んでるんだけども、まあまあ、それは仕方ないよね。もう真っ平っていうのがなかなかないので、ここは仕方ない。まあ、入りますと、こんな感じです。壁で囲って、で、周りに、施設を置いていく感じですかね。やっぱこれが一番使いやすいかな。重なって置いてしまうと、ちょっとね、変な動きするやつが出てくるので、ある程度間隔を置いて、置く感じにしてます。で、畑はレタスとトマトですね。サラダを作ってますね。んで、ここ、なんかちょっとタワマンみたいになってるんですけども、ベッドを置くのは、縦に置いた方が良さそうなので、ちょっとタワーみたいにして、ここにベッドを置いてます。で、上質な温泉を3つで、機嫌が悪くならないように配慮する感じですかね。で、この中には、作業がはかどるようなやつを入れてます。で、上に上がっていくと、ベッドがあります。ずっと上までありますね。1階に2つずつ。で、パルは、20体設定にしてますので、2階から11階までは、すべてこのベッドですね。この、でかいベッドの方がいいっすよね。粗末なやつよりも、こっちの方が回復するような気がする。で、こんな感じで登っていって、まだです。まだまだ。多分今9階ぐらいか。あ、ここ12階ですね。12階。まだ何もありません。何にしようかちょっと考えてるんですけども。で、最上階、13階。何にもありませんけども。ここはあれだな。扉にしたがいいか。うん。そうだね。じゃないとまた歩いて降りなきゃいけなくなるので、ここはちょっと扉にしよう。石のドアつけました。これで、こっから下にね、降りれるようになりました。でも上に何置くかっていうことだよね。別にもう置く必要はないので、ちょっと考えなきゃいけない。ちょっと高くしすぎたかな。で、真ん中にこのチェストとか、作業台とかを置いてるんだけども、これもなんかちょっと、微妙なので、機能性はいいのよ、機能性は。飛んできて、そのまんまチェストに入れれるので、機能性はいいんだけども、見た目が良くねえな。これ3つ、揃えておいた方がいいのかな。ちょっと、まあまあ、とりあえずこんな感じで、拠点を作ってみましたけども、またちょっと改造していきます。まだね、施設しか作ってないので、何か、オブジェになるやつとか、そういうやつを作って、完成としたいですね。このタワマンもちょっと微妙かな。作ったはいいものの、機能性だけで、ちょっと遊びがないところが、ちょっと残念なところ。まあ、とりあえず今日はこれぐらいにしまして、今後これを作り変えていきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。